です。というわけで、まあ、今回もブラッドボーンやっていくんだけど、みんなブラッドボーンだけじゃなくてバイオハザード7の方も見てくれよな。はい、まあ動画の宣伝はまあこれぐらいにしといてね。まあ、今回はブラッドボーン最強のボス2体連戦でやっていきたいと思います。まあ嫌な予感しかせえへんけどな。けどこっちもそれなりの準備はしてきてるんでね。まあとりあえずまあ見てくださいや。これよ、この結晶石、まあ集めてきましたよ。でね、まあ結晶ガンガン掘ってる人から見たら、いやお前妥協してるやろって言われるかもしれへんけど、まあ僕のキャラはレベルとか縛っていかないんで、もうとりあえず 20% 以上でスタミナマイナスの結晶石が揃ってれば、まあそれでいいかなっていう感じです。でこっちの弓矢の方もちゃんと揃えてきましたよ。うん、こんだけあれは十分だろう。っていうわけで、まあ、早速になるけど、今回は、まあ、ゴースの石、まあ、先にボスの名前言うてもうたけど、まあ、ゴースの石の方からやっていきたいと思います。まあ、こいつで苦戦してる人多分多いと思うで。はっきり言ってダークソウル含めても最強の部類に入ると思う。まあ、個人的に、まあ、デモンソウルからまあ全部やってるけど、デモンソウルからブラッドボーンまで数えて、じゃあダークソウル3か、ダークソウル3まで全部数えて一番強かったのはやっぱりダークソウル2の DLC 第2弾のボスの煙の騎士が一番強かったかな。あれにまだに外で勝てたことないねんな。でだけど、あの元気な、まあ、お子さんがまあこう生まれてきましたと、まあ、元気なお子さんです。もう生まれたとかまあジジイやけど、まあそれもまあご愛嬌ということでね。でもな、これまあ見た目も弱そうやけど強いんだこいつが。まあまあ強い、これがこれがまあ強いね。何回も言ったけど、まあそれぐらい強いってことですね。あの手に持ってるあの武器がさ、結晶石にしか見えへんのよ俺。泣いてるね。何泣いてんのおじいちゃん。はい、それじゃ始まんねんけど、こいつは実はある程度近づかないと動き出さないんですよ。確かこの辺までは近づけたはずで、昔はのバージョンアップデートする前のデータやったらこっから神秘をガンガン打って倒せるっていうのがあったんやけど、それはどうもアップデートでなくなったみたいなんで、まあがっつり戦っていきましょうや。さあ早速エンチャして、おっといきなりかい、やる気やなお前。これダメージは悪くない、一発で400ぐらい持っていけるからな。とりあえずこいつはもうガチの殴り合いボス、もうガチでどっつき合う、それだけ、それだけやけど、携帯変化してからが強いから、また一段階でなるべく回復回転を節約しながらやっていきたいとこやね。言うてるそばから、あれイクラ爆弾ですね。イクラ爆弾は判定がよくわからん、判定がようわからんから、なるべく遠くへ避けていきましょうと。ほらほらイクラ爆弾、おう、後ろまで判定が強い、この攻撃は。だから後ろにおるからといって油断をしてはいけません。ほっと、ほんとこいつはもうオールラウンダーやからな。もう威力、非攻撃、スピード、リーチ、全てを兼ね備えてる最強のボスと言っても過言ではない。ほっ、まあ延長しててもしてなくてもあんまり攻撃力が変わらんな。まあ最上級の決勝服揃えてきてるからね、こっちも初見で勝ちたい、初見で勝ちたい。そうじゃねえと攻略実況の流すたるぜ。まあ言うても今回多分この動画の中で多分5回は死ぬと思う。それぐらい強いこいつらは。この後もう1体やるんやけど、そいつも恐ろしく強い。 DLC のボスはもう頭がおかしい、強すぎて。いくらなんでも難しくしすぎやぞ宮崎さん。これぞ、死が見えた、もう来るんじゃねえよバカ野郎。うおい、この2段目が怖すぎんねん、俺の自キャラで見えへんねん。自キャラであの敵の姿が見えんくなるからほんまに怖い。さあお互いちょうど半分ってとこやな、体力。まあそろそろ来るな。変身したら沖へダッシュ、沖へダッシュ。意外とこれ奥まで行けて、ボツあることもないから、なるべく奥まで行きましょう。ここ見えない壁があって先進めないようになってるから、そこまで行く。うわー、ビビらせんなバカ野郎。
まあ、お決まりなんで逃げたかっていうのは後で説明する。とりあえず今はちょっと集中したい戦いに。さあ、あの攻撃をやってくれ。あの攻撃をやらないまま死ぬとかも許さへんからな、お前。それを説明したいっていうのもあるんやから。こっからがもう鬼、こっからが鬼、こっからが鬼やから、こっからが鬼チームやから、このボス。よっしゃ、行け。あ、来たな。あれよ、あの落雷攻撃、あれで困ってる人多分多いと思うねんけど、あの落雷は実はあそこにある死体から放たれてんねんな。あの死体から放射状に広がっていくと。だからあの死体からできるだけ遠く離れてると、まあ、歩いて避けれますよっていうやつやな。あれディクで戦ってたらまず避けられへんから。おやば、おかしい、当たり判定がおかしい。わわわわ、いくらボム、いくらボム半端ないわ今は。よっしゃ、よっしゃ、いけ。うわわ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 。さあ、流れはいいよ、流れはいい、流れはいい言うた直後に死ぬこと多いかな俺。ちょっとやっぱやめとこう、フラグ立てんとこう。ノー、そのディレイやめてほしい、ディレイ。お前や、流れが、お前絶対こいつ、あのストリートファイターやらせてめっちゃ強いよ、こいつ。よし、ほら、俺実はなんか格ゲー苦手なんやな、すごい。あのデビルメイクライとかああいうスタイリッシュアクションはすごい得意なんだけど、なぜか格ゲーは全くできない。あのコンボが覚えられないって謎のな。デビルメイクライは覚えれるのに、格ゲーじゃなぜかコンボは覚えれない。あ、これまさかの、まさかの一発目撃にはなるか、これフラグじゃねえからな、フラグじゃねえよ。たまにはフラグブレイクするとこ見せたいよ俺も。みんな今フラグだと思ってたの、フラグじゃねえんだな、それが。なんだって今日の俺は調子がいい、今日の俺は恐ろしく調子がいい。なんだー、危なかったい。ここまで来て死ねるか、いつもここで死ぬんよ。わあ、やばい、うわやばかった。もうこっちでいた方がええな。どつく、どつく。よっしゃ、倒した。You had it。 まあたまには、まあたまにはまあ一発で倒しますよ。もうたまには一発でいく。はあ、いけたか。ほんま逃げるとは思わんかった。今回は短くなるかもな、動画が。動画短くなるかもしれんけど、まあすんません、そこは。はい、それじゃあまあ明かりつけるんやけど、ここにまああれがあんね、なんか俺ね、あの影がいてると。でこの影を倒して初めてこのボス戦は終わり。それじゃあこの悪夢終わりにしようぜ。ほら、海へ帰れ、ハンテッドナイトメア。はい、これで終わりと。ゴースの赤子が海に帰る。海に帰ってきますよと。呪いと海にそこはなく、故に全てを受け入れる。ああ、夜明けてきたね。夜明けや、夜明けが来たで、みんな。夜明けやで、なんか言うねん。はい、というわけでゴース、まあ辛くもなく撃破できましたね。あ、ちなみにね、この死体がゴース、あの人も言うとったやん。誰やったっけ、あの頭にカゴかぶった変態を。ミコラーシュさん、ミコラーシュさんがあのゴースあるいはゴスムって言ってた上位者がこれらしい。ああ、まあ祈り捧げても答えてくれん言うて愚痴っとったけど、まさか死んでたとはな、思わんかったわ。さすがに思わんかった。俺も DLC のボスやと思ったからな、ゴース本人が。というわけで一回カットします。カット。そういえば
コメントの方でね、ステータスの方がちょっと見たいなって言ってくれてる方がいてたんで、ちょっとステータスの方を紹介しておきたいと思います。レベルは88、うん、体力25の持久20、筋力技術が30ですね。まあ、筋力と技術さえ上げてれば正義みたいなとこあるから、このシリーズダークソウルも含めて。で、血質をまあとりあえずここから上げていこうかなって思ってます。血質がね、まあとりあえず強いんですよ。血質武器が強い。あと神秘は一番優先度は低めでやっていきます。まあ、神秘も後々上げるかもしれんけど、上げへんかもしれへんみたいな感じですね。まあ、上質&血質キャラで育てていきたいと思います。最終的にね、レベル150ぐらいまで上げようと思ってるんで、まあ、そことこよろしくお願いします。まあ、上げると言っても2周目から、うん、2周目からになるな。まあ、2周目からじゃないとあんまり安定して稼げるところがないんで、まあ、聖杯ダンジョンを深度4ぐらいまでやってしまえばもう稼ぎ放題やね。うん、そういう感じでよろしくお願いします。あと右上の枯れる文字のつけてるやつは、全ダメージカット乗算の大いなる湖と最大スタミナを高める左回りの変態 15% で、 HP を高める右回りの変態 5%。 右回りの変態のもう一個強いやつを取りに行き忘れてるっていうか、完全にあれやな、悪夢の辺境の存在忘れとったわ。まあ次回やな、次回悪夢の辺境の攻略の方をサクッとやっていきたいと思います。多分めっちゃつまらん回になると思う、もう俺が強くなりすぎとって。で、あと今制約の枯れる文字はとりあえずやけど、協力時最大 HP を高めるのを連名の枯れる文字つけております。まあこんなもんだね。まあステータスの説明はこんなもんです。それじゃあまあ次のボス行きたいと思うんで、そっちの方でまたお会いしましょう。さてと、みんなここ覚えてるかな、あの瞳のペンダント拾った教会やね。あそこやっとるわ、やってますわ。あいつ苦手やからな、ちょっとなんとかスルーでいきます。もうスルーでいく。ボスの前にこんな強敵配置すんなよって。うわあ、ほら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 ミスト、ほらほらミストや、ほらミスト、ほらほらミスト、ほらミストや。とりあえずあいつにまあ元の定位置のとこまで戻ってもらうまでとりあえず待ちましょう。で、あの奥にいてんのがまあボスないけど、まだ行かない。おい、お前そこスタンバルなよ。お前そこで NPC 呼びたいね。はい、帰れ。あいつ何者なんやろな。しかしなんか医療協会の服着てるってことは、まあ、医療協会の人があれに変身したってことなんかな。さあとりあえずゆっくり近づいて仲間を呼びたいけど、仲間呼んだらあいつと戦いに行ってもらうような気すんねんな。まあ2人で協力して雑魚倒しながらボスをやりましょう。さあ来た、バルさん、ルドウィークの、ああ、そっちちゃうて、そっちちゃうて、そいつほっといてええやつ。もう余計なところでもうほんまに、はい、さっくり倒した。おい、バルさん回復せえって、回復しときなはれやって。とりあえず俺まあ補給してこいつに血液落とすから、まあこれでまあトントンやな。よっしゃ、これでトントンや。んでまあバルさん、まあルドウィークの時に呼んだ人やけど、まあ俺と武器おそろっていうことでとりあえず呼んでみました。まあ結構いい戦力になってくれるんでね、まあ期待してやっていきましょう。こいつも一発で勝てりゃいいね。さあ、ああ説明し忘れとったけど、こいつはローレンスの頭蓋っていうキーアイテムがないと戦えないんでね。ローレンスの頭蓋の入手法に関しましては、あの教室塔じゃないわ、実験棟の攻略の動画の最初の方で説明してるんで、そっちの方よろしくお願いします。じゃあまあ見てわかる通り、こいつは完全にあれやな、あいつや、あいつ何やったっけ、聖職者の獣の火ついてる版、燃えてる版です。うん、なかなかいいデザインしてる、好きやで。戦う前はまあ使い回しやんって思ったけど、実はそんなことないねんな。まあ実はまあ見てもらったらわかるけど、とりあえずまあ弓矢が多分役に立ってくれると俺は信じてる。はい、それじゃあ速攻始まります。初代局長ローレンス、最大威力やば、想像以上やわ。ちょっと待って、これは熱い戦いになるぞ、いろんな意味で。おい、バルさん回復しとけよ、こいつ威力やばいぞ。
ただ俺もバルさんもノコギリやからこいつには効果抜群よ。攻撃さえ当てていけりゃどうということはない。どうということはない。さてやっていく。こいつは一応見た目こそ聖職者の獣やけど若干モーションが違うらしいね。窓の辺が違うかようわからないんだけど、どうやら違うモーションが含まれてるらしい。でこいつ音楽めちゃくちゃかっこいいんやけど、戦いの音でかすぎて音楽がほとんど聞こえない。まあ音楽気になるなって方は完全版の方を買っていただくとサウンドトラックついてるんでね、そっちの方で音楽聴いてください。あと iTunes でもどうやら配信されているようですめっちゃ言うとくけど俺はソニーミュージックの回し物じゃないからね。完全にそうなんか音楽の宣伝してるけど俺はただの、おっと倒れていく。倒れる攻撃がどうやら聖職者の獣にはなかった攻撃みたいやな。これはつかみやから気をつけて避けていく。こいつは実は第二形態があると。第二形態がなんか恐ろしく強いな。バルさん今内臓攻撃しとったか、よう見えんかったけど。こいつも聖職者の獣と同じで体力が減るごとになんか力みたいなのを貯めて攻撃パターンが徐々に激しくなってる。そう、バルさんは丈夫やな。なかなか死ねへんな。もっと早く飛べると思ったけど。さあこっからもうそろそろ来るはず。変身がまだ変身せえへんな。もうそろそろちゃうかな。あ来たな。なんと下半身がなくなる意味がわからん。まあ下半身がなくなってもああやって炎をまとったりマグマ撒き散らしたりしてとてもまあ近づきづらくなるわけよ。だからそのためにまあ弓矢を持ってきました。これが怖いねんな。なんか見た目的にも威力的にもこれが怖い。この這いずり攻撃めっちゃ長いしな。いい威力出るやんけや弓矢。あちちちちちこのマグマが熱い。マグマがまあ熱いのは当たり前やけれど結構。あーバルさん溶けたな。終わったわ。まあいいやつやったやつ。ちょっとリーチが届かんか。まあ割とダメージは悪くないからこれでまあ削っていって残り少なくなったら接近戦を仕掛けていく。そうやって戦っていきます。この最後にこうちょっとちょろっと手を伸ばしてくるやつがちょっと読みにくいから、おっと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 、最後の今のやつあれに当たることが多いからまあ回数よく見て読んでいってください。この最後のやつな。この最後の余計な1回が命取りになってくる。ちゃんと受けていかない。よいしょよいしょ。さあ弾補給の、あっマグマ入ってくるな。こいつは遠距離さえあればだいぶ楽なんやけど、遠距離にして振ってない人やったらかなり厳しいボス。非常に厳しい。おい撒き散らすなや。おっと熱い。あ、ちょっと実は。頭をちゃんとロックオンして狙っていきましょう。頭こっちかい。音楽ここんとこめっちゃかっこいいな。うん、来るんじゃねえバカ野郎。ちょっと黙ってやってるけど黙ってやってるけどいいかな。ちょっとあんまり喋らんでもいいかな。ちょっと割と集中してる集中してるわけよ今。てか音楽を聴きたかったこのチャララチャチャララのとこがめっちゃ好きなんよ。音楽のサントラでここばっかりリピートしながら聞いてるさあ残り数発ぐらいのところまでは削っていきたい。すごい退屈な動画やな今回。まあ役には立つんかな。
攻略の役に立てば、まあ、それでええねんけど、動画的には正直あんまり面白くない気がする。みんなちょっと期待したんじゃない今、あ、死ぬか死ぬかっていう感じで、溜め攻撃の威力がなかなか出る。そんなものが当たるか。これもう遠距離だけで倒してしまいそうやから、そろそろこっちに変えよう。よっしゃ、終わりや。まだいてんのかい。あ、やばいやばい、火で死ぬ火で死ぬ。よっしゃ、倒しました。いや、楽勝やった。正直言うてもっと苦戦するかなって思ったけど、そんなことはなかったな。はい、これ手に入れたこの枯れる文字、獣の抱擁とトロフィー獲得しました。トロフィー初代局長ローレンスね。あのゴースも言い忘れとったけど、トロフィーちゃんと取ってます。はい、それじゃあこの枯れる文字の説明して終わりにしようかな。今回はこれですね。これ獣の病を制御する、そのために繰り返された実験の末、優しげな抱擁は見出された。試み自体は失敗し、今や抱擁は厳重な禁止の一つであるが、その知見は確かに医療協会の礎になっている。この契約にあるものは、制約かな、制約か契約どっちか分からんけど、にあるものはおぞましい獣の姿となり、一時的重化の効果も高まる。だがその本性は銃声の武器でこそ現れるだろうと書いてます。この枯れる文字を装備すると、まあ、書いてあるように獣人の姿になります。でもそれだけでは効果は完全に発揮しなくて、とある武器と、まあ、合わせて装備することによって真の力を発揮する。ただその武器は聖杯ダンジョンで手に入り、聖杯ダンジョンでしか手に入らないので、まあ2周目で紹介していく形になりますね。はい、というわけで、まあ、今回はこんなところでしょうか。ボス2体攻略しましたけど、まあ1回も意外とゲームオーバーにならずにクリアできましたね。というわけで今回も最後まで見てくださった方、どうもありがとうございます。それじゃあ最後にいつも通りトロフィーの解説をやって終わりにしたいと思います。 See you next time. バイバイ。